いや、久しぶりになんかこの角度からのお届けでございます。いや、ちょっと最近ね、僕暗すぎました。ちょっと最近暗い話題が多かったような気がします。なので久しぶりに心を洗おうと思います。まあ、靴磨きですね。靴を磨いていこうと思うんですけど、一応底辺ながらにしても僕もね、一応頑張って労働してるわけでございます。で、この革靴をね、綺麗にしていくという、そういう回でございます。最近動画もね、ちょっと埃かぶったような、まあ、湿気のある、うつうつとしたような動画が多かったので、まあ、今回このような動画を作ってるんですけど、まずミニブラシ。これで表面の汚れを落とすと。ちょっと待って、これ。ここで汚れを落とすのもちょっと嫌だな。ちょっと玄関で一回落としていきますね。一応落としてはきたんだけど、ああ、でも意外と落ちますね。へえ、ささっとしただけなんだけど、意外と落ちるもんですね。で、ステインリムーバーをクローバークロスに適量に取り、優しく撫でるように。この白い布がないですね。あ、こっちはスニーカー用だ。ごめんなさい、こっちはね、スニーカー用でしたね。ステインクリーバー。これか。これですね。古いクリームや、優しく撫でるように、古いクリームや汚れを拭き取りますと。はあ、あ、でもないんだよね。ないんですよね。これ何なんだろうな。これ何なんですかね。柔らかい布に少量つけて優しく撫でてと。柔らかい布か。まあ、こんなんでいいんでしょうかね。ティッシュペーパーで。少量つけると。所得は少ない僕ですけど、こうやってね、靴を磨くことによって運気を上げます。運気を上げていきます。そうしたらね、この動画もね、恐ろしいことに多分10万再生いくと思うわ。こうやって運気を上げることによってね、さっきちょっとまた話変わるんだけど、特集やってたのよ。貧困の特集みたいな。そしたらなんか、東大生か、あれ、東京大学に行ってる学生にクローズアップされたんだけど、なんかすごい大変そうでしたね。いや、俺もお金はないんですけど、なんでしょうね。なんでそんなみんな金がないんだろうね。いや、俺もないんだけどね。なんかね、そう、あ、ないのはまだいいとしてさ、まだないのはいいとして、金がないのはすごい困るっていうのもすごいわかるんだけど、なんかちょっと悲壮感がね、すごいというか、そうなんだよね。悲壮感がちょっと強すぎるんですよね。ああいう特集ってね。まあ、ちょっと僕もついついね、見てしまうんですけれども。で、なんかその食費とかをね、やっぱ切り詰めてるんですよ、みんな。大学生たちが。貧困のね、奨学金を借りて。そういう上をね、なんとかしのぎつつ、勉強頑張ったりしてるみたいですけど。まあ、どんな時代でも、ただね、今僕らってすごい大変ではあるんですけど、時代的に。まあでもやっぱ、不幸なのかって考えると、逆に何が幸せなのかもちょっと難しいところではあるんですけど、まあ不幸なのかというふうに考えたらね、その動画を見る限りだと、ちょっと悲壮感がすごすぎたので、なんかこう、もっとポジティブにね、もっと楽観的に行きたいですよね。まあ、てか、俺だったらあれだね、生活保護一択ですけどね、そんな上をね、我慢するぐらい、切り詰めるぐらいならね。まあ、僕は幸いね、貯金とかね、コツコツやってるので、それを切り崩しながら生活してるんでね。よし。で、シュークリームジャーをペネスト、
レイとブラシに2、3粒。あ、これか。これですね。あ、確かになんかシュークリームの中っぽいね。これを、2、3粒を取って、細かい部分に塗ってくださいと。はい。米粒2、3粒。こんなもんか。ちなみに俺ね、この革靴ね、この革靴を履く前、これ一応本革なんですよ。で、なんかおしゃれな、そうそう、おしゃれなさ、革靴専門店で買ったんですよ。まあ今もあるんですけど、なんかめっちゃおしゃれなんだよね。やっぱその革靴の、一応いろんな革靴を取り扱ってるお店なんだけど、なんかちょっとね、インテリアっぽくってね、すごいおしゃれでね。けど、中古なんだよね、これ一応。中古というか、アウトレットって言ったらいいのかな。新品で買ったらさ、むちゃくちゃ高いんだろうなと思う。中古で、だいたい2万ぐらいしたかな。中古でですよ。まあでもやっぱ、中古といえどね、雰囲気ってすげえ大事だなと思いますね。中古ってちょっと抵抗があるんだけどさ、そこのお店はね、なんかいい感じに、まあ、ヴィンテージみたいな雰囲気があるというか、すごいおしゃれな感じで、まあ、そこで買ってよかったなっていう、ちょっと思い出がありますね。で、ずーっとなんか靴磨いとったわ、職人が。何人か2、3人ぐらいいたけど、靴磨き職人がいましたね。これで余計なクリームを取り除きつつ均一に塗り広げますと。はあ、均一にもう塗り広げてるような気がするんですけど、これいるかな。もう十分いい気がするけどね。まあ、一応やっていきましょう。紙に書いてるんでね。で、最後にこれですね、グローブクロス。毎回これこのマニュアル見てんだよね。毎回、全然磨いたりしないからさ、その都度忘れる。あ、わかりますか？テカリが戻ってきてる。ほら。あ、めっちゃいいじゃん。ちなみにね、この革靴買った店の前に履いてた初代の革靴、合皮だったんだけどさ、もうめちゃくちゃボロボロで、やっぱ合皮ってね、時間が経つとさ、本革と違って表面がポロポロね、こういうところがポロポロ取れちゃうんですよね。で、それでね、面接行ってましたね。その表面の、あとゴム底のここさ、ここがね、これはなんかちゃんと塗ってるんだよね、確か。剥がれないように。2万円プラスちょっと補強してもらったんだよね、革靴。そうそう、ガタが来ないように。で、その時に、結構2万円ちょっとしたんだけど、やっぱ、合皮のやつはダメですね。合皮のやつは多分1万か、1万いってないぐらいの金額だったけど、ボロ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 合皮が取れてですね、それはまあ面接落とされるわなっていう、今思い返すと、ちょっとそんなことを考えますね。てか、革靴ね、まああんま好きじゃないんだけどね。皆さん革靴履きますか？革靴あんま好きじゃないんですよ。まあでも、ある以上はね、大事に使いたいので、大事にこうやってね、綺麗にしてるわけです、僕は。あ、めっちゃ綺麗じゃん。ほら、わかりますか？これ。もう生まれ変わったようなピカピカですね。ほら、全然違うじゃん。すげえな。当時ね、この革靴履く前はね、まあ合皮のボロボロな靴履いて面接行ってたんですけど、やっぱ落ちまくってましたね。めちゃくちゃ落ちまくってたわ。やっぱわかるんでしょうね。なんか、あ、こいつ仕事できねえなっていうね。なんかこう、無能な感じが多分伝わるんだと思う。靴の先からね。
知らないですけど、あ、靴の先からもしかしたら感じ取ったのかもしれない、面接の人が。まあ、すげえ落ちたもんな。めちゃくちゃ落ちまくりましたね。まあ、今もね、落ちてはいるんだけど、でもあれよ、いろいろ工夫したらさ、まあ、前よりかはやっぱり通りやすいというか、好印象なのかよくわかんないけど、まあ、まだね、ちょっとは合格率は上がったような気がするわ。まあ、それがこの革靴の影響なのか知らんけど、まあ、でも、多分まあ、見てるか。ちなみにその合皮のね、ポロポロ取れてるその合皮の話は東京の都内で面接行ってた時ですね。まあ、ちょっと苦い思い出ですね。いい感じ。めちゃくちゃ綺麗になりましたね。いや、これすごいな。これ冷静に考えたらめちゃくちゃすげえな。まあ、こんなもんか。はい。はい。というわけで、できました。え、めっちゃ綺麗じゃねえ。まあ、新品とかは、まあ、ここら辺ちょっと後残ってるけど、まあ、多分新品とかはね、やっぱここら辺もね、すごい跡もついてないから、綺麗で履けるんでしょうけどね。まあ、多分その分ちょっとどころかめちゃくちゃ高いんだろうけどね。まあ、一応アウトレットとはいえでね、これで2万円ぐらいでしたからね。まあでも上等です。うん、こんなもんでいいのよ。全然履けるしね。もうむしろ味があっていいから。こういう跡もね、ちゃんと履き慣らしてる方が歩きやすいし。ちょっとコーヒーをいただきます。ちなみにですね、僕これね、買ったのが、この、これなんて読むんでしょうね。ジョンストン・マリー。ジョンストン&マリーっていう革靴だっけ。なんでこれにしようかなと思ったかというと、やっぱ形ですね。まあ形が好きで買ったんですけど、一応なんかプライベートでもね、履けるかなと思って。はい。実は僕もう一つね、革靴あるんです。ドクターマーチンのやつ、ドクターマーチンなんですけど、全然やっぱ形が、こうやって見ると、こっちの方が結構、おしゃれというか まあこっちもおしゃれだけど、なんかスリムというかね、なのでこっちの方に僕はしました。まあ、こっちはこっちでね、ドクターマーチンは、ちょっと丸みがあって好きなんですけど、どっちかっていうとやっぱビジネス寄りかな、こっちの方が。ちょっとこっちドクターマーチンは多分補強も何もしてないけど、こっちね、なんかそう、ここ貼り付けてるんですよね、こことここに。どうやって貼り付けたかよく分かんないんですけど、あ、釘打っとるわ、ここに。見えますか？これ釘ここに打ってますね、4箇所。はあ、すごいね。こうやって見ると、やっぱ改めてこうやって見ると、職人がすごいっすね。職人のこの腕。これを作ってる職人さん。めちゃくちゃかっこいいっすね。ここにもロゴがあるしね。しっかりしてる。この革靴の、この底もね。いや、これでね、収益、この動画も何卒、チャンネル化できますように。いや、こういうの僕、嫌いじゃないんで、日常のこういう、切り取った部分を嫌いじゃないんでね、何卒うまくいきますように。はい、というわけで皆さんもですね、まあ、よかったら靴磨きなんかやってみて。というわけでご視聴ありがとうございました。